フェでうどん食べてきた、ありがとう。生誕さんは去年の生誕で言っていく、それもあり。お、いつもありがとうとかもあるんだ。へえ、ホワイトデーか。ホワイトデーギフトかな。ステイのコンセント初めて、おお楽しみ。アメちゃん確かにカフェでうどんって不思議。カフェでうどん、カフェでカフェ行ってうどん食べるってあんまないよね。うどんってだってうどん屋だもんね。うどん屋か、まあ定食屋にもあるっちゃあるけど、まあ基本うどん屋。で背中に年齢入んないですっていう、そうそう、うどんがドリンクメニューじゃないの謎。うどんは飲み物ってこと。回転寿司でもうどん頼む、あー確かに。うどんすき家はあるね。うどん嬉しかった。嬉しい。ありがとうございます。赤リンゴ。ねと。サイダーとの組み合わせ。滝福セットだ、滝福セット。滝野の音楽教室と。あ、うどんカルボナーラ。確かに。ありだったかも。待って、すごい。なんかかわいい、かわいいクマがたくさん来た。ありがとう、ありがクマタワー、すごい、すごい、ありがとう。誕生日って言ってたものさっき。MK39 誕生日メールありがとう、毎年感動する。よかった。オンライン飲み会楽しかったし、緊張し、告白、公開告白緊張した。4周年婚楽しみ、これからも応援してます、大好きです、ありがとう。うわ嬉しい、クマタワークエだってことか。これは誕生日、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリア MK39、 ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。じゃあ今年も存分にふくふくしたまえ。ペン、I have the pen. I have the apple. Apple pen. I have a pen. I have a pineapple. なんだっけ、ペンパイナップルじゃなくてクマタワーのお礼です。ホワイトデーのクマ、なんか天使、愛のキューピッドみたいでかわいい。ハッピーハッピー。
でとう。お誕生日おめでとうございます。スクショ取れたかしら。ありがとうございます。オンライン飲み会またしたいな。オンライン飲み会から一回も飲んでません。めっちゃ眠くなったから。今日前髪不調。ほろ酔いまかりをまた見たい。本当に。基本的にいわゆる下戸な人なので。なんでまた聞きたい。なんでなんで置いたおらんのなんでみたいな。大変でした。神企画でした。半年に1回だったらいい。あー確かに毎週やってたらちょっとさ、ファンの人もさ、なんだこの酒飲みってなってさ、ちょっとで愛想をつかしちゃうかもしんないけど、半年に1回ぐらいやったらいい。でもさ、逆にさ、オンライン飲み会さ、こういう一人ぐらいこういう人がいないとさ、盛り上がんないよね多分。だってまひちゃんとかあおいちゃんとかさ、普通の顔して帰っていったからさ、なんか普段と変わらないけどさ、一人こういう人がいると面白いでしょ。シラフでもこんなテンションは否めん。滝服でやってほしい。ユミリーもお酒超強いからな。やばい組み合わせは、全員終了しちゃうのは、私と、コウコちゃんと、オキちゃんがやばい。の3人が終わってる。あ、フーちゃんもやばい。フーちゃんもやばい。フーちゃんと、私とオキちゃんとコウコちゃんが弱い。から、全滅しますね。アリちゃん弱そう。アリちゃん飲めないからまだダメだよ。未成年に飲ますのは犯罪だからダメだよ。
ばんは。ポニーテかわいい。ありがとうございます。久々にしたポニーテール。ポニーテールしたったらさ、ダンスや踊ってたらさ、こうやって入れるの、ただ、ツーステップ踏んでるだけでも、めっちゃテンション上がる。こう、配信してるだけだったら別にさ、わかんないけどさ、こう、動いてたらさ、こうなるからめっちゃテンション上がるんだよね。入れるの良い。見てる方も嬉しい？当たることあるよ。メール可愛かった。ありがとうございます。そう、地味にピンしてる。よく気づきましたね。でもあまりポニーテールしないとか、1年ぐらいポニーテールしてないかも。人前っていうか、ファンの人の前で。そのファンの人の前っていうか、ショールームではしてるけど、たまに公演とか、なんかライブとか、仕事でやってないかも、ポニーテール。ツインテールとかも全然しなくなったな。ハーフツインはするけど。ふくちゃんコメント読んでるとき目が丸くなるね。そう。神戸の船応募したよ。ああ。船ね。楽しみです、ライブ。定期的にやります。カリンゴ。ポニーテール総費めっちゃ痛い。たかみなさんって絶対頭皮強かったと思う。だから あとポニーテールとシュシュの発売期間のメンバーさん絶対頭皮痛かったと思う。この前の僕対公演、ツイン率高かった。でも、あれですよ。2公演ある日は、なんか、1公演目でみんな下ろして2公演目で結ぶやりがち。だって、結んでるのを下ろすって、結び目がついてたり、ポニーテールだとこの髪の毛固めてるから、大変だけど、逆はいけるんですよ。下ろしからの結ぶは簡単だから、髪型変えるときに、下ろしから、結ぶにしがちだから、みんな2公演ある日は。2公演目って髪の毛ポニーテールとツインテールかぶりがちで。あとなんかあるあるは、昼公演はストレートにしといて夜公演で巻くから みたいな感じ。夜は巻き下ろしがかぶりがちとか。昼と夜で変えたくなるかな。私あんまり変えないかもしれない。2回に50%ぐらいの確率で変えるって感じ。なんか来る人が同じだろうなって日は変えるけど、最近の公演って多分当選倍率とか的にもだし、生誕があるから昼夜と来る人が全然違うから、まああんま変えません。てか、あとそんなに時間がないから、合間にストレッチとかリハとかやってるから、全員は帰れないんですよ。メイクさんの人数もいっぱいいるわけじゃないから、全員帰ってたら時間がないから、まあ他に帰ってる人がいたら、まあ今日はいっかみたいな感じで、そのままでも、なんか愛媛で2公演やってる時とかは帰ってましたね。結構2公演両方来てくれる人が多かったから、地方の時とかで多分午前と午後来る人は多分結構かぶるだろうなって時は帰る。最近は午前と午後で多分来る人が一緒じゃないから、
買えないことも多い。あと純粋に時間的な問題。まあ気分転換で変えたい時もあるけどね。だから本当に気分。セータンティー3枚買いますね。ありがとう、嬉しい。セータンティーいっぱい買ってくれる人結構いるよね。なんか去年もさ、セータンティー買ったよって、ありがとうって言ったら、3枚買ったよとか5枚買ったよみたいな人いてさ、しかもなんか別にそんなに珍しくなくてさ、あ、そういうもんなんだって思った。私もなんか1枚だと思ってたから。あ、サイズ違いで買ってる。なるほどね。まあでも、まあ、その何枚とか関係なく買ってくれる気持ちが嬉しいから、ぜひまだ申し込んでない人は今日中にお願いします。握手の時は服装変えてるね。午前と午後、午前っていうか6時間あったら3時間3時間で変えたり、7時間あったら4時間3時間で変えたりはしてる。服忘れなかったら。それは結構握手会って一日中来てくれる人もいるし、そういう人に気分転換になってもらえたら2倍お得じゃん。 同じ日で2人の私が見れたみたいな、2日分の私が見れたみたいな思ってもらえたら嬉しいから、その一日ね来てこう支えてくれてる人に感謝の気持ちも込めつつ、自分の気分転換も含みつつ、いろんなメリットのもと服を変えてます。再販中です。ぜひ申し込んでください。たまにお洋服持ってくの忘れて一日同じ日あるから一概には言えませんが、あとコスプレの日は一日一緒の率が高いかな。なんかメンバーとお揃いしようって言ってる日とかは、私が勝手に午前でここで変えたらお揃いじゃなくなっちゃうから、契約違反になっちゃうんで、メンバーとのメンバーとお揃いとかやる日は割とずっと一日一緒かもしんない。あ、なんかマイハとお揃いやるかも。いつだっけ、いつか忘れたけど、どっかでやります。前歯に身長抜かれてるね、完全に。前歯とユキリカが身長高いトップ2なんじゃない、今だから。前歯とユキリカがでかくて、次のグループに私とか滝野とかがいるって感じ。マイケルとか分からん。みんなの身長何センチなんだろう。163センチとか164センチとかそんな辺。ひげが167あるんだ。へえ、そうなんや。さこちゃんもでかくなりようがね。こんばんは。いや、みんなでかくなりよる。私はでも、ロリロリの子が好きなので、ちっちゃいままでいてほしいんだけど、みんなのこと。ちっちゃい子めでたいやつなので、ちっちゃいままでいてほしいんだけどな、子供めんは。みんなどんどん大きくなっちゃう。嬉しいような悲しいような。
の話聞いてくれてありがとう。でもやよは本当にすごい。なんかみんなちゃんとみんな尊敬できるな。2期生も偉い。なんか今結構リハーサルとか、まああんま言わない方がいいのかもしれないけど、まあわかるじゃん、リハーサルやってるんだろうなって、レオン先生の前だし。だからやってるんですけど、リハーサルとかレッスンとか、なんか多分ね、結構あんまり大きなコンサートとかやったことない。私らも一期生もやったことはあるわけじゃないけど、そんなに他の AKB グループの先輩に比べると、けどまあ未経験なわけではないけど、2期生とかは多分ほとんどやったことないから絶対大変だと思うんだけど、みんななんか1期生も正直ヒーヒー言ってるのに、2期生もちゃんと絶対しんどいのについてきて、なんかもうそこは先輩後輩関係なくいろいろ教え合ったりしてやってるから、本当にみんな すごいし、なんかみんな尊敬できる、みんな頑張ってる、私も負けじと頑張る。なんか私が総選挙の感謝祭、まだゆいもとかいた時、感謝祭ね、みんな本当にマジ大変だと思う。私が初めて総選挙の感謝祭に出た日、 STU でリバーとか踊った日、マジで初めて AKB グループのコンサートに一緒に出ましたみたいな時を見てるみたい。なんかあの時も私、夢へのルートとかニューシップとかリバーとかを、あとチャンスの順番もだ、1日に4つぐらいなんか東京の先生が来て振り入れされて、パニックで、あの時がいろんなインタビューで一番大変だったことは何ですかって言われたら、その最初の感謝祭コンサートの振り入れだったんですけど、なんかその時の気持ちをすごい今思い出してる。ニューシップあんなに難しかったのに、てかニューシップが一番難しいと思う、私 STU がやってる曲の中で。あれはマジで難しい。沖縄のやつの感謝祭かな、あれがマジでしんどくて、しかもその時振り覚えも今も早いわけじゃないけどめっちゃ遅かったから、なんかみんなが30分でやることを3時間ぐらいかけてやってたから、ずっと家の鏡でほぼ徹夜みたいな感じでやってたな。本当にあの時の感謝祭コンサートがマジでトラウマ。あの時に、あ、私アイドル多分向いてないわって思ったもんなんとかなったけどね、なんかあの時になんとかなったから、それからもう限界と思うこといっぱいあるけど、もう限界と思ってなんとかなってきたからなんとかなるかなと思って頑張ってるけど、あの感謝祭コンサートはマジで、しかもコンサートとか分かんなかったから、どんな感じかやばかった。陸上公演とかもほぼやってなかった時だもんな。瀬戸内奈良県ツアーも始まってないレベルの時だから、ステージ経験がほんと岡山未来ホールのライブぐらいしかなかったんですよ。あとはまあちょっとしたイベントとかだから、ちっちゃいステージにもほぼ立つことないままでっかいステージに行って、しかも周り先輩だらけでリハーサルもほぼないんです、ああいう時って。でなんかパニックみたいな感じだったから、なんかでも多分その時の私の気持ちなぐらい、私その時の私より今の2期生のみんなは絶対器用っていうか才能があるし、私よりみんなちゃんとできる子たちばっかだから、そのあれだけど、一緒にするのは失礼だけど、一緒にするなって感じだと思うけど、でもなんかあの時は私はもうアイドルやめたいわけじゃなかったけど、もう本当に嫌だ嫌だって思ってたから、すごいね今もう大変だと思う、みんな
できる子はできるんだろうけど、一回無理だと思ったらマジで無理無理無理ってなっちゃうからね。いや本当に本当にあの感謝祭コンサートの日は周りに憧れの先輩いっぱいいたけど、写真撮ってくださいとか言いに行く余裕なかった、気持ち的に。ね、でも乗り越えてよかったなって思うから、多分4周年コンサートも時間ない中みんな頑張って、でも やったらああやってよかったなって思うから、みんなで頑張ろうなって思う。だからファンの人はなんだろう、ただ見守っててあげてほしい。なんか多分メンバーは自分のことは自分が一番よく分かってるから、こういう時はまあアイドルだからさ、そんな今日リハーサルが大変だったですよとか言うのは私は良くないと思うんですけど、まあ言いたくなる時もあるから、そういう時はなんか楽しみにしてるね、頑張ってねって言ってニコニコしててあげれば多分大丈夫。自分のことはね、自分が一番よく分かってるからね、みんな。さあ私も頑張らねば、人のことを言っている場合ではないぐらい、みんな時間がないからね。いやでも本当にみんな頑張り屋さんすぎて、私はもうみんないいグループだし、ファンの人もよく ST を見つけてくれたと思う。4周年楽しみにしててください。みんなちゃんと笑顔で立つと思うので頑張るね。くちゃんのバッジ3個引きました。嬉しい、ありがとうございます。持ってん。メンバーもね、アイドルといえど人間ですから、アイドルである前に一人の若い一人の女の子ですから、ただのアイドルだけどね、優しくしてあげてください。もちろんプロアイドルとしてのそのちゃんとね、プライドとかお仕事だからちゃんとしなきゃいけないっていうのはもちろんありますけど、優しくしてあげてください。それは私に限ったこと、私も優しくしてほしいけど、私に限ったことではなく、アイドルがいっぱいいるし、なんかバグっちゃうよね感覚だけど、一人一人それぞれいろいろ考えてアイドルやってるし、一番楽しく友達と遊んだりしたい時期、それこそもう修学旅行もさ行かずにさレッスン来てるじゃんみんな。だからそんなみんな頑張ってるから、優しくしてあげてください。間違ったことをしてれば多分その大人の人がねちゃんと言ってると思うので。ポンタロウベアありがとう。ちゃんとそういうことは大人の人がやってくれるので、ファンの皆さんは優しくねしてくれると嬉しい。でも皆さんが応援してるっていうか、まあ、言うて48グループはファンの人が育ててるじゃないですか、アイドルを。で私もファンの人に育てられてるから、ちゃんとそこはその対等な関係、みんなそれぞれを尊重し合った上でいろいろあれでしたよ、楽しんでいきましょう。尊重し合うことって大事。私もファンの人一人一人のことをちゃんとって言ったらあれだけど尊敬してますから。金引きベアありがとう。いやマジで育ててもらってる、本当にありがとうございます。
育ててる感あるでしょっていうか、私とかマジで育てがい悪くない？ マジでだって、ど素人の、もうど素人だよ。香川を田舎っていう意味ではなくて、まあ言うて、その一般的に言うけど、東京とかから比べたら、まあ、いわゆる田舎っていう思われてるところ、四国の片田舎から出てきて、広島に、何も芸能とかやったことない、芸能人の知り合いなんていない、みたいな、そんな世界で来て、さあ、ただ AKB が好きで入ってきた、そんなやつなのにさ、みんなマジ育てがいあると思う、本当に。育てがいあるよ、本当に。ありがとうございます。片田舎なほどじゃないけど、まあ、私は香川は結構暮らしやすいし、すごくとてもいいとこだと思うけど。まあまあまあ。そう、レベル1から育ててるでしょ。レベル1から育ててるよね。そうだよね。そう思う。私もレベル1の自分からみんなに育てられてるなと思うわ。不思議な飴いっぱいくれんの。レベル上がるじゃん。嬉しい。いやー、でも本当私いつもギリギリで生きてるから、マジでみんな頼むわ、ほんまにありがとね。本当にギリギリのとこで生きてる気がする。ありがとうございます。生誕ティー、あ、ポチってくれたの、ありがとうございます。48グループ楽しいところですよ。そうだよね。いや、48グループのコンセプトにはすっごい合ってると思う。何にもやってない、やったことない人が頑張って、ちょっとアイドルになろうとしてる過程みたいな。 これからもよろしくお願いします。まだレベル上げきれてないので。 みんなが放置すると育たないので、常に構ってあげてください。みんなが構ってくれる限り、私は走り続けます。立ち方も十人十色、確かに。うん、アイドルは十人十色だ。てか、グループアイドルの意味はそうだよね。みんな同じアイドルだったら、グループアイドルの必要ないもんね。みんな違う色のアイドルだから、グループが面白いのであって、正解がないから面白いよね。セタンティー申し込み完了。お、ありがとうございます。そう、みんな違うよ、そうだよ。不思議だね。でも好きなタイプ、もう顔とかも含めてだけど、性格も含めて、多分好きなタイプって人の数だけあるから、48グループの中で、48グループで300人ぐらいいるけど、その中でも好きなタイプ見つかんないかもしれないけど、その中で私を見つけてくれてありがとう。背景いいね、ありがとうございます。 よかった、君に見つかってよかった。君に見つかるためにこうやって芸能界に入ったんだな。芸能界っているのか分かんないけど、まだ表舞台に来たんだ、立ったんだなって思いますよ。
ほくろ見つけた。なんか最近さ、千穂と門脇にめっちゃほくろ押されるんだよね。にゃー。門脇はここが好き。このここのほくろが好きです。にゃーにゃーにゃー。千穂はここが好き。めっちゃ最近ほくろ押される。ほくろスイッチ。でもなんかここのほくろがさ、1個しかないと思ったら3個ぐらいあるよみたいなこと言われたんだけど、本当にないよね。何だったんだろう。ほくろの位置で写真の反転を判別してる。ああ。でも自分の携帯撮ってるときは反転してないけど、メンバーの携帯で撮ってるときは反転しちゃってるかもしれない。わかんない。反転モードを直してる携帯か直してない携帯か。カリンゴー。砂浜に寝そべるクラスメイ、かなり責めてるスイムスーツ、太陽は絶好調だ、最高気温は何度だろう、今日まで気づかなかったよ、学校の制服はコンサバティブで、君はずっと髪を束ね、おとなしいタイプだと思ってた。君の心、いっ、サングラスデイズ、カップリングです。今回のシングルの。聞いたことありますか？サブスクとかでももう配信されてるのでよかったら聞いてください。なんかやっと夏曲もらえたなって感じで、メンバーもすごいテンション上がってます。一気ドラさんの。私がどこを歌ってるか分かった人いたらすごいな。分かんないでしょ。これ当たったらすごいけど、分かんないよね、3人とか4人とかで歌ってると。まあここかなって思うところよかったら含めるで教えてください。は全員が歌ってる。あ、サビとあーあーは多分、ラララーも全員歌ってる。答え合わせはいつかできるでしょう。自分でも分かんない時あるけどね。ファンの人わかるかな？どうだろう？
ちゃんの声が入っててテンション上がる。ありがとうございます。私もテンション上がります。こんばんは。ランキング読もう。まばたきするときとしないときのさ、やばい、それな。かわいい、ありがとうございます。うう、ああ、肌固まっちゃうんだろう。T シャツ申し込んだ、ありがとう。皆さん生誕 T シャツ申し込んでくださいね。あと5分です。あと5分です。お忘れなく。 STU48 のオフィシャルオンラインショップへ。ランキング読みます。福チャンスありがとう。うーた今日も可愛くて偉いね、ありがとう。かつやありがとう。監督いつもありがとう、お疲れ様でした、へへへへ。はやとまぶたを閉じればあなたが、じゃあ瞳を閉じれば、まぶたを閉じるってどういうこと。今日3月9日か。かつや、あ、これ入れ替わってんな。にゃん刺激、ふくちゃん見つけて幸せです。自分はふくちゃんにオタとして育ててもらってます。お、じゃあウィンウィン。近いし、4月になったら香川県民に復活。ワクワク。監督いつもありがとう。ぶっちゃん半熟卵店。配信2分前に目覚めたので、福ちゃんが運命の人です。お、それは運命。親猫。青によし、生誕 T 申し込みました。みくちゃんの配信と4周年後楽しませてもらいます。あ、みくちゃって何なんだろうね。かんちゃん、4周年楽しみ。今日もお疲れ様です。お疲れんこん。ポン太郎、4周年楽しみにしてます、ありがとうございます。としちゃん、かほちゃんが STU ツアーの香川公演見に来たいって言ってる。あ、そう、電話した。それで福ちゃんの了解を得てるよ、割と得てるけど、いけるかなってなってる。ハイパーレッスンお疲れ。あ、今日からホワイトデイイベント。ホワイトデーだって。カレボス先生、今日は着替えてみた、2秒悩んで福ちゃんアバターにした。その2秒に何が駆け巡ったん。MK39、 ふちゃん出会えてよかった、嬉しみが深い。4周年の昼より見に行きます。うちはどんな感じで作る、教えてほしい。ふくちゃんにすぐ気づいてもらえますように。うちわの見つけやすいやつは漢字で福。どう、ひらがなの福だとふーちゃんのふーと見間違える。そう、福でどうですか。ふくちゃんとか任せます。というわけで、私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。いきます。鬼は外、福田は瀬戸内、三度の飯はうどんで決まり。香川県出身のふくちゃんこと福田あかりでした。皆さん今日も一日ありがとうございました。お疲れんこ、おやすみみんぜみ。夢で会いましょう。いい誕生日でした、よかったです。明日も頑張りましょう。あ、っおやすみなさい。もうすぐ、もうすぐ22歳になります。もうすぐ22歳になります。おやすみ。
生誕ティー買ってくれた人ありがとうございました。オンラインお話し会のもうよろしくお願いします。待ってます。いつもありがとう。よく寝てください。バイビー。ありがとう。ハート。